の顔ずっとこれにできないかな全然違う。でも自然、困ってるように見えるのがすごい気になってて、この下のこの毛はもうほぼほぼ無視で、でこの毛を上げてあげる。うわぁ、印象変わる。今日はゲストにね、柏木さんに来てもらってます。はい、柏木由紀です。よろしくお願いします。もうトリコになってますから僕はなんかね、すごい優しいんですよ。トリコになっちゃいましたよ。嬉しいです。素晴らしい。いやもうあの柏木さんのメイクをね見させていただいたんですけど、はい、私の方の動画で。いやすごい、もう分かんない分かんないって言いながらできる天才っているじゃないですか、たまにやったことない分かんないって言ってすぐできる人そんな感じですすごい褒める。素晴らしかった、もっと下手であってほしかったいっぱい文句言いたかった。文句っていうかもうちょっとこうね、ちゃうやんかみたいな、なんか期待してたんですけど、うん、言われると思ってました。私もそういう意味では期待外れでしたけどもあのメイク IQ が高いなと思って、やっぱりあれ場数を踏んでるからだね。うん、で場数を踏んで毎回多分まあ、毎シーズンなのかな、 なんかこう例えば AKB でもさ、こう流行りがあったりするでしょ。はい、あります、あります。それもとりあえずやってみるってことやるんだよね、はい、多分ね、はい、そういうことをやってきてるからすごい IQ 高いと思う。もっとだからちょっとこう激しいっていうかいっぱいやるメイクなのかと思ったらすっごいもうできとるやんみたいな感じで、でもさらにやっていただけるんですよね。いや、もちろんもちろん頑張ります、はい、じゃあやっていきましょう。はい、お願いします。もうこっからね、分かってますよ、もう変えるとこないのも分かっております。ただね、せっかくコラボなんでちょっとだけ、はい、ちょっとだけ爪痕残させてください。爪痕って言ってますバラエティみたいな言い方してるで、シェーディングもすごい言うことなしだったんだけど、一個だけいつも僕言うのは、この首の顎のところですね、顎の下、ここ入れた方がいいですね。ここですね、この顎の下、ここに入れましょう。ここ、はい、ここに入れたりする。あ、これ何、何何でしたっけ。これスケです、ユースケ。そうだ、見たことある。スケシェーディング、そうだ。ここを入れてあげると顔がもっと小さくなります。グッと、ここいらないでしょ、影、影でいいでしょ。はい、もう絶対にいらないところです、ね、結構顎がスコンとすごい顔しまるんです。ここの影だ、はい、でこれもあんまり黒いとあれ柏木さんひげ生えてるよって言われるじゃないですかだからこうね塗ってすぐぼかしてついてるかどうか分かんない程度でちょうどいいです、うん、はい、綺麗です。で柏木さん鼻がなんかどっかで気になるとかっていう話を少し聞いたことがあるので、これコンタペン入れます。ここ、はい、でここにもスッスッと入れます。もう本当に目立たなーって入れていきます、はい、うん、このラインですね、鼻のここにね、ぼかしちゃえば、もう入ってくるかわかんないですけど、入れてますってじゃなくて、さりげなく入れてあげる。はい、これでいいんですか。鼻が多分シュッとしてると思います。おすごい、私のマネージャーさんが、ここすごい入ったね。もうこれ、本当すごい簡単に、顔のライン、顎の下、鼻のところちょっと入れてあげる、影を少し入れてあげるわけですね。もう簡単でしょ。簡単です。で眉毛いきましょう。もうちょっといけるなと思ったんで。おー、いや今のも綺麗ですよ本当に。もう断然変わりましたけど、もう少し僕寄せてもいいかなと思ったんです。で寄せるときに、はい、バーンと強くしちゃうとすごく恥ずかしいじゃないですか。あ、このワックスのタイプで優しく描いていくんですよ。少し入れていくぐらいの感じ全然違う。でも自然ね、ちょっと寄ったでしょ。寄りました。寄せたことなかった。寄ると鼻の筋がコーンと入ってくると思うので。本当だ、すごい、うん、全部延長線上にある。そう、全部こうつながっていくっていうかね。めっちゃ見ちゃった。さらにコントワーも綺麗に見えてくると思うのでこれをやるといいと思います、はい、反対側も一緒ですね。このね、柏木さんのところのチャンネルでは眉毛の描き方、はい、はい、ね、勉強になると思いますので、はい、ぜひそちらを見ていただいて、ここから描き直したようではなくて、なんとなく、あれどこからだろう、分かんないぐらい、そんな感じがいいかもしれない。だから丁寧に丁寧に、その辺ね、多分ね、柏木さん向いてると思う。なんかすごくおっしゃったように、ドンと入れるのが怖いとおっしゃったじゃないですか。怖いです、慎重にいきますね。その石橋叩く感じがメイクはいいかもしれない。すごい、はい、ちょっとずつちょっとずつ入れてみて、ダメだったらちょっとこうぼかしていく。
でいけるなと思ったら足していく、うんうん、その感覚大事よ。全然違うでしょ。この眉毛ある感じの自然だけど明らかに違う。いいよね。すごい。うん、こんな感じ、うん、でここの骨で引っかかるから、うん、この下のこの毛はもうほぼほぼ無視で、うん、出す感じね。そう、この毛を無視しちゃうんですね僕の場合は、うん、で骨に負けない。すぐ骨に負けちゃうからここなんでね、はい、うん、この眼筋あと骨に、うんうん、負けないで、でこの毛を上げてあげる。上に、うん、下げちゃうな。できたんじゃない。あ、綺麗じゃないですか。どうでしょう、どうでしょう、どうでしょう。いいよね、はい、わ、印象変わる。で眉尻がやっぱり若干見てて下がりやすいなと思ったんで、うん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 、まあ、先ほどの眉マスカラにちょっと足しますね。この眉尻だけ、はい、色のフィックスもあるし、もっと上げていきます。ここ眉尻も眉マスカラで上げる。そう、眉尻をしっかり上げてあげる。毛が下がらないから、うんうん、もうここがポイントです。もうとにかくこれですね。いつも困ってるように見えるのがすごい気になってて、横顔の時、うんうん、自然な感じはそうかもしれないけどね、うん、でもこうやってコントロールできるようになるといいよね、うん、あ、綺麗、いいと思います。これ綺麗、眉毛これも完璧。もうでも本当ちょっと足しただけです。さっきの眉毛も綺麗だし、うん、少し寄せてあげて、さらにこう眉尻を下がらないように下がるように、はい、ある程度上げるってやつですね、はい、これはもう2つ見ないとなかなか分かんないと思う。両方見ていただいてね、チェックしてもらって、はい、はい、で、アイシャドウ、はい、いきましょう。もうね、アイシャドウも完璧でした。色の発色をコントロールされてる、いわゆるちゃんとリップに最後主役にしますよってイメージができてるから、うん、あの薄さでいいと思うんですけど、まあね、もっと違う感じも見たいじゃないですか。はい、ぜひ。うちではこのね、赤身と一緒ですもん、混ぜます。僕はモーブと、で僕も必ず手に取って、そう、偉い、さすがにできてるからね。で、もっと発色させていいですこの辺は、うん、パーッと。で、もうラインをアイシャドウ、シャドウラインを足すような感じ、うん、で、ふわっと入れていきながらちょっと広げていきます、うん、はい、どうだろう、これね。本当だ、うん、あ、いや、ここまでは怖くて入れてなかったけど全然いい。全然いいよね。要はもっと上まで入れちゃうと多分すごく怖い感じになっちゃうんだよね。だから、そうそうそう、この幅をコントロールしてあげる、うん、それだけやると、あ、綺麗。あ、これだったら、あ、いいんじゃないですか。いい、うんうんうん、ほら、いい。あ、赤みのシャドウ入ってるんだ。少し赤いのがちょっとね、うんうん、パッとこう目の表情によっては見えてくるぞぐらい。そっか、幅を広くしなければ大丈夫なんですね。そうそうそう、幅の問題なんですよね、うん、ここまで入れちゃう。あの、ちょっとこう行っちゃったなみたいな、行っちゃったなって感じになっちゃうで、はい、ハイライトを僕は足します。でこの時も狙いは横の面なんですよ。それで柏木さんをこうシュッとこう逆さんに入れちゃうと顔がシャープになりすぎちゃうんで、あ、うん、面を横にこうずらしていく感じ、入れてもらってくれてるチークが効いてるので、うん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 、なんかあれ、ちょっとだけ赤みあるぞみたいな、ね、うん、空気になってくる。はい、これも綺麗じゃないですか。がお、すごい、おもながめちゃくちゃ解消されます。解消されますこれ。すごい、なんで。そうなの、なんかやった。いやいやいや顎の下をここ切ってるのと、横の面をこうやってラインを入れる、面で入れてあげる、あと眉毛、眉毛もか、うん、そうなんですよ、全部横に引っ張ったんですよ。全部、全然顔の印象が変わる。で、リップいきましょう。リップ、はい、リップもモーブ系だったんですけど、はい、まずは僕はブラウンでちょっとオーバーに取りましょう、うん、で少しここボリュームを足しましょう、うん、丸みがあるとまたあのね、おもなが感消えていくと思います、はい、ブラウンで縁を取って、まあ、内軽く塗る。これで一回見て、もうこれ、これ全然ありだと思います。おー、はい、ね、ちょっと足してます。ちょっとだけ大きくしてるけど、そこまで大きくしてるつもりはないので。すごい、いいでしょ。めちゃくちゃいいです、はい、ここもなんか短く見えて、なんかバランスが、そう、ここの距離が短くなるんで。そうですよね、はい、これ大事なんですよ、ここが。で、まあ、赤いリップとか軽く塗っていただいてもいいんじゃないかなと思ってて、うん、これ今日シャネル使いますね、
でこれもドッカンと発色させたくないので、うんうん、赤みを少し入れていく感じ、真ん中に塗って、うん、こうドーンと赤く持っていくんじゃなくて、なんかあれ血色、唇の血色がちょっと赤かなぐらいな感じを狙いたいの、はい、これだったらそんなに違和感なく素敵、はい、あーかわいい、うわいいじゃん、すごい、誤解しないでほしいけど、うん、いい意味で、うん、AKB っぽくなくて最高いやもうちょっと色気全開ですね、嬉しい、で、まあ、これもすごく一つ結びやりしてもいいし、自分のボリュームこの髪の毛こういう、うん、ちょっとこうボリューム出してあげるとまた、うん、雰囲気変わってきますね。本当だ。わあすごい。ね。もうほんのちょっとこれプロ技足すだけで。足したことでめちゃくちゃアップデートされました。いやすごい。で多分すぐできると思います。簡単だったでしょ。そんな難しいことやってないんで。はい、その仕組みはすごい分かりやすかったです。ね。うん、でもちゃんとご自身の顔を向き合って自分の顔がこうだからこうっていうのがちゃんとあったんで、うん、多分ねすぐできると思う。皆さんもぜひね、うん、あの柏木さんみたいに自分の顔はこうだよ、うんね、だからこうした方がっていうのをね、うん、考えてもらうとね、より綺麗に、はい、なれると思います。この顔ずっとこれにできない。いや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 。めちゃくちゃすごい。いやもう本当に美しい柏木さん来ていただきました。最高でした。最高でした。ありがとうございました。ありがとうございました。もうたくさんのメイクを皆さんに見ていただこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。